どうも、なおちんでーす。さあ、今日は評価が荒れに荒れている大の大冒険のクリア後のレビューをやってみようと思います。ちなみに、プレイ時間ですけども、今152時間ですね。かなりやり込んでる方だと思います。で、まずストーリーなんですけども、クリアした感想が、短い短い多分、ムービーを全部スキップしていくと、おそらく5時間とかそれぐらいで終わるんじゃないですかね。うん。結構評価とかで、ストーリーがとにかく短いっていうのがよく書かれてるんだけども、まあ、それは、仕方ないと思います。確かに短い。短すぎる。でも、改善はできると思うんですよね。うん。この後の、多分15章ぐらいまで最後まで作ろうとすれば作れるのかな。うん、15章ぐらいまでを無料のダウンロードコンテンツで出してもらえれば全然 OK かなと思います。多分開発がねだいぶ遅れてるんだと思うんですけども、まあ無料で最後までを出してくれれば、いいかなと思います。そして次に戦闘システムですけども、別にね強すぎるっていうわけじゃないんだけども、スーパーアーマーがエグすぎる。あれがねちょっと問題かなと思います。全くねボスがひるまないのよね。うん。あと雑魚もひるまない。雑魚はせめてね 2,3 発殴ればひるむような仕様にしてほしかったな。もう攻撃してて向こうから反撃すぐもらうんすよ。それが結構ストレスだったので、雑魚のスーパーアーマーはやめた方が良かったんじゃないかなと思います。あと、ボスもね、あれはさすがにひどいよ。うん、もうちょっとひるんでもらわないと、なんかちょっとストレスが多かったですね。で、特に、チャレンジモード。普通のモードは、ボスも弱いんだけども、チャレンジはボス強くって、それにさらに、あのえぐいスーパーアーマーがついちゃってるので、そこはちょっと改善お願いしたいかな。うん、ある程度の大技を入れると敵が若干ひるむとかね、そういうのはちょっとやってほしい。で、ジャスト回避とジャストガード、あれもちょっとね、このゲームは独特な感じなんですけども、まあ100時間とかやってて慣れたら別にあれはあれでいいかなと思ってます。そして次は強化システムですね。このゲーム、絆の記憶というカードみたいなやつを集めて、ステータスを上げていくんだけども、まあ、このシステム自体はいいと思うんですよ。カードを集めて、ステータスを上げる。これはいいんだけども、カードの数が少なすぎる。うん、少ない。あとね、1.5 倍ぐらい、数があってもよかったんじゃないかなと思います。あと、ステータスが微妙なやつが多い。うん、被ってるやつとかもあるので、もうちょっとね、尖ったやつとか、特殊なスキルとか、そういうのを増やしてくれれば、よかったっすかね。ちょっとなんか平凡なやつで、被ってるやつとかも多いので、ちょっとそこはね、微妙でした。本当にね、尖ったやつが欲しい。うん、例えばこれ。これね、メラの、再使用時間がめちゃくちゃ短くなるんですよ。で、メラをかなり使えるようになるんで、そういうやつ、尖ったやつが欲しい。もうキャラクターがチートみたいに、もうバカみたいになるやつを、あと5、6個用意してもらえれば面白かったかな。なんかほんとね、平凡なやつが多いので、そこでちょっと、面白みを加えてくれれば、俺は良かったかなと思います。そしてもう一つ改善をお願いしたいところがあって、それがキャラクターが少ない。ダイとポップとマームとヒュンケルしかいないのよね。せめてクロコダイル。せめてよ。は、あってほしかったし、まあ、アバンとかね、あとバランとか、そういうのも使えればもっと面白かったかなと思うんですよね。キャラクターが本当に少ないと思います。はい。ということで今日は大の大冒険のクリア後のレビューやってみました。かなり荒れに荒れてるんですけども、まあ、個人的には、まあ、書いてあるほどでもないかなとは思います。楽しめるところは意外と楽しめたので、まあ、今日言った感じで、改善があれば
いいかなと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。